を買い替えた時などに、このまだ使える靴紐どうしようかなってことになるかもしれないですけども、こうやってストラップ状にして携帯するというのはどうでしょうか。そして非常事態というのがあるかどうかわからないですが、靴紐が必要になった時にはこれをほどけば靴紐として使えます。割と素早く届けます。じゃあもう一点これを編んでみましょう。靴紐を2本揃えて持ちます。端っこを、キーリングとかカラビナのようなものにつなぐといいでしょう。手を広げたぐらいの長さに通します。そして長い方、長い方をもう一度通して、先に決めた長さと同じところで折り返します。もう片方も通しますが、さっき手前から向こうへ通したので、もう片方は逆さま、向こうから手前へ通します。長さを揃えて折り返します。まず手前から向こうへ通した方の紐ですね、これをこう輪っかにして横へ、こうです、輪っかにして、
っかにして通します。反対側の紐を引っ張ってちょっと締めます。こうですね。最初の紐が2目の紐が裏側を同じように輪っかで通ります。こっち側の紐を輪の中へ通します。横倒し、反対側の紐を引っ張ります。ここで締まりますね。こっち側の紐をまた輪っかにして、輪っかにして通します。固定、これを繰り返して編んでいきます。